programs from Reach Beyond Australia. Life-changing radio. You reach beyond to us.御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。本文に入る前に、聖書を理解するためのガイドラインと題して10回の番組をお楽しみいただいております。今回はその最終回、他の人たちが聖書について何と書いているかを読む、聖書に従う。お話はラジオ牧師福田博之さんです。前回に続いて聖書を学ぶ上で大切な4つ目のガイドラインについて学んでいますが、4つ目のガイドラインは聖書を静かに思い巡らす、瞑想することです。アメリカの説教者ハリー・アイアンサイド博士が旧約聖書の画家についての講義を聞き、物足りなさを感じたというのを聞いたことを思い出します。その講義はかなりリベラルな解釈で行われ、ソロモンを非常に悪く述べていました。聖書に実際に記録されているだけでもソロモンの行いは十分悪いのですから、現実以上に彼を悪く言う必要はありません。アイアンサイド博士はこの講義に満足しませんでした。そして博士はもう一度画家を読み、ひざまずいて、これを理解することができるようにしてくださいと祈ったと言います。それはたった一回だけではなく、博士はその後も何度も何度もそうしました。それだけではなく、何週間も何ヶ月もそのように祈ったのです。すると聖霊の光によって博士に画家の御言葉の真理が解き明かされるようになったのです。私が画家を教えるときには、大体においてアイアンサイド博士の解釈を使います。それには2つの理由があります。その解釈は私の知性と心とに、私が今までに読んだ他のどの解釈にも増して満足を与えるからです。そしてこの解釈に行き着いた人物がどれほどの時間を瞑想に割いたかを知っているからです。あるリスナーが手紙をくださいました。奥さんが家でラジオを聞き、ご主人は仕事をしながら聞くそうです。そしてその日に取り上げた聖書の箇所について夕食のテーブルで話し合うのだそうです。このように一度学んだ箇所を繰り返し思い起こすのは瞑想の一つです。聖書の箇所を選んでそれについてゆっくりと考えるには、たとえあなたが車を運転している時でもできます。デボーションを持った後、一日を通してその箇所について何度も思い巡らす方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。ほとんどの人は一度読んだだけで御言葉を忘れてしまいます。そして特別に注意を促されるまで再びそのことを考えることはありません。あるいは聖書を夜に読むなら、読み終わった途端にベッドに飛び込み電気を消して眠りにつき、そのことをすっかり忘れてしまいます。瞑想は
私たちの今の社会ではほとんど忘れかけた芸術ということが言えると思います。正直言いますと、テレビの存在が瞑想のチャンスを全く消し去っています。テレビは多くの家族の霊的な生活を変えつつあります。私たちの教会が神様の言葉に対して冷たく無関心になっている理由の一つは、教会に神様の言葉を思い巡らす、瞑想することが欠けているからではないでしょうか。馬車に乗ってイザヤ書を読んでいたエチオピア人の宦官のことを思い出してください。これは使徒行伝の8章に書かれています。彼は実際イザヤ書を勉強していました。そしてよくわからない箇所を思い巡らしていました。彼はそれがどういう意味かわかりませんでした。ここに聖書を読み学んでいる人がいて、今まさに神様の霊が神様の言葉を彼に開こうとしておられます。この書をエチオピア人に説明させるために、聖霊が特別にピリポをそこに使わされたのです。使徒の働き8章の30節から35節を読んでみましょう。使徒8章30節、そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。お振り場に引かれて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。この体験がエチオピア人にとって新しい世界を開き、彼はキリストを知るようになったのです。彼は喜びながら帰っていったと記録されています。何が彼を喜ばせたのでしょうか。彼は瞑想しておりました。イザヤ書53章を反芻していたのです。使徒の働き8章の32節には、旧約聖書イザヤの預言が引用されていますが、ここにはほふり場に引かれて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかったと書かれていますが、これを聞いているあなたは、ほふり場に引かれて行かれる羊のようなイエス様について思い巡らしたことがあるでしょうか。この方は一体誰だったのでしょうか。この方は天から下ってこられ、迷子の羊のような私たちと同じようになられました。そして神様はこの方に私たちのすべての咎を負わせられました。これらのことについてあなたは思い巡らし、瞑想しておられるでしょうか。このエチオピア人はイザヤの預言を思い巡らしていました。このエチオピア人がこの後どうしたかというのは、いつも憶測されてきました。言い伝えによりますと、彼は自分の国に帰ってエチオピアのコプト語教会を建てたと言われています。この後使徒8章39節には、彼がバプテスマを受けた後喜びながら帰って行ったと書かれています。彼は喜んで帰って行ったのです。彼が
神様の言葉をいかに熱心に思い巡らし、瞑想していたかということがわかります。聖書を学ぶ上で大切な5つ目のガイドラインは、他の人たちが聖書について何と書いているかを読むことです。これはある意味で危険なアプローチであるということも言うことができると思います。なぜなら実際に多くの人たちが聖書についての他の人の意見にだけ頼ってしまうという傾向があまりにも多く見受けられるからです。またさらに今日一般市場に出ている多くの本が神様の言葉に関して間違ったことを教えているからです。私たちは全ての聖書に関する書物を聖書そのものに照らしてテストしてみる必要があります。私たちは質の良い仲介書を選び、それを使わなければなりません。聖書について古の生徒たちが何と言っているかを読むのはとても有益です。神様の霊に導かれて真剣に聖書の学びに取り組んだ人たちの本を読むとき、私たちは何世紀にもわたる彼らの学びの、しかもその中の純度の高いエッセンスを学び取ることができるのです。あなたも私も古の生徒たちの遺産から多くの霊的な益を受けるべきです。聖書の各書に関して素晴らしい深遠な研究書がたくさんあります。仲介書とともに非常に大切で役に立つのがコンコルダンスです。3つのコンコルダンスをお勧めすることができます。1つはヤングのコンコルダンス、2つ目はストロングのコンコルダンス、そして3つ目はクルーデンのコンコルダンスです。まあ、これは英語版ですので、日本では前にも紹介しましたが、チェーン式聖書にコンコルダンスがついております。またコンコルダンスだけで独立したものがハンディコンコルダンスとして命の言葉社から出版されています。それと良い聖書辞典も必要です。間違った版のでなければ、マギ博士はデイビスの聖書辞典が良いものであると勧めています。またマギ博士はアンガーの聖書辞典は条件抜きでお勧めすることができるとも言っております。日本では新聖書辞典などがお勧めだと思います。聖書を学ぶ上で大切な5つ目のガイドラインは聖書に従うことです。聖書を理解し勉強するには従順な態度が不可欠です。アブラハムはこのことの実例です。神様がカルデヤのウルで、そしてその後に約束の地で再びアブラハムに現れました。しかしアブラハムは飢饉が来た時エジプトに逃げ、そしてその間神様はアブラハムに何の言葉も与えられませんでした。アブラハムが約束の地に戻った時に神様はもう一度アブラハムに現れたのです。なぜでしょうか。それは彼が従順でなかったからです。アブラハムがもうすでに神様が示されたことに従うまで、神様はアブラハムに新しい真理を与える準備をすることはなされませんでした。私たちも同じことです。私たちが神様に従順に従うとき、神様は私たちのために新しい真理を解き明かしてくださるのです。私たちの魂を救うために与えられた福音でさえ、信じる者に信仰の従順をもたらすためという明確な目的のために与えられています。福音の中に書かれているものの中で最も偉大な文書はローマ人への手紙です。そしてパウロはこの信仰の従順のことを福音の中で明らかにしています。パウロはこう始めています。ローマ人への手紙1章5節。このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは
皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。ローマ人への手紙の最後で再びパウロはこのことを繰り返しています。ローマ人への手紙16章25節26節、私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方。パウロがこの書簡で最後に述べているのは信仰の従順です。書簡の最初の方でパウロは福音の目的が信仰の従順をもたらすためであると述べています。そして書簡の最後でもまた福音の目的が信仰の従順に導くためであるということを再び明らかにして、この手紙を終えています。パウロは書簡全体の中で私たちに福音とは何かを示し、そして福音の偉大な教理を教え、そして私たちが何をすべきかという務めについて、つまり信仰の従順というテーマをもって締めくくっています。パウロはこの書簡の中で信仰の従順ということを明らかにしているのです。アダムとエヴァが失敗したのは信仰の従順という点においてでした。エヴァは神様の敵であるサタンに耳を貸しただけではなく、神様の命令に従いませんでした。ですから神様への従順はとても大切なことです。そしてもし私たちが神様に対して不従順であるなら、神様が続けて真理を啓示してくださることはないのだということを認めなければなりません。聖書を読んでそこから恵みや祝福を受けたいならば、私たちは聖書の教えに従順に従わなければなりません。キリスト教そのものをあなたや私の生活態度によって評価する人たちがいます。ですから神の言葉に実際にあなたや私が従順に従っているかどうかは非常に大切なことです。ある人は福音を擁護するために最善の方法は福音にふさわしく生きることであると述べています。神様の教えに従順に従うことこそが福音が神様の言葉であることを証明する最善の方法なのです。ある時4人の牧師たちが聖書のさまざまな翻訳の利点を話し合っていました。一人はそのシンプルで美しい英語のゆえに欽定訳を好んでいました。もう一人はアメリカンスタンダード版が好きでした。理由は筑語的でヘブル語とギリシャ語のテキストにより近いからでした。他の一人は現代語訳が好きでした。現代的な言葉で分かりやすいからでした。4人目は黙っていましたが、あなたの意見はと促された時、彼はこう答えました。僕が一番好きなのは母の役ですね。母は聖書を生きています。私が今までに見たどの役よりも説得力がありましたよ。パウロはコリント人への手紙の中で次のように述べています。第一コリント3章2節から3節、私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。神様の教えに従順に従うあなたの生活そのものが
聖書の教えが真実であることを証明することなのです。ですから聖書を学ぶ上で聖書の教えに従順に従う態度を持って御言葉を学ぶというのは非常に大切なことです。何年も前にある弁護士がなんでクリスチャンにならなかったのかと聞かれました。彼の答えはこうでした。自分がクリスチャンだと口先だけの人があまりにも多くいて、もしそういう人たちに会わなかったなら私もクリスチャンになっていたかもしれません。なんと不運なことでしょうか。私たちは自分の信仰生活がどうかを調べてみる必要があります。このような意味で聖書を学ぶ上で神様に聞き従う態度を持って学ぶことはとても大切なことです。聖書を学ぶ上で大切な7つ目のガイドラインは、学んだことを他の人に分かち合うことです。聖書はそれを読むだけでなく、また学ぶだけでもなく、また聖書を思い巡らすだけでもなく、そして聖書について他の人が何と言っているかを読むだけでもなく、聖書を他の人に分かち合うことがとても大切です。これは聖書を学ぶ上で私たちがどうしてもしなければならないことです。もし神の言葉を学ぶだけ学んで、それを誰にも分かち合うことをしないなら、御言葉の学びは飽和状態になってしまいます。神様はあなたが他の人たちから孤立して、聖書について何でも知っているのに、他の人に何も分かち合おうとしない。そのような態度、お喜びにはなりません。神様は全ての人が神の言葉の真理を知ってほしいと願っておられます。ヘブル人への手紙10章25節には次のように書かれています。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。神様は私たちが商人になるようにと言われました。使徒1章8節には次のように書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の商人となります。聖書の真理はその教えが実際に実践されず、他の人に分かち合われることもないのなら、福音は何の力もありません。私たちは今日、イエス・キリストの証人として召されています。ですから、他の人たちに聖書の真理を分かち合うべきなのです。マギー博士は神学校での経験を次のように述べています。他の5人の同級生たちと同じように、私も小さな教会を牧会していました。そして私たちが卒業したとき、私たちは教会で奉仕をしない、他のクラスのメンバーたちよりも最低1年は先を行っていることが分かりました。なぜでしょうか。それは私たち6人が他のメンバーたちよりも頭が良かったからでしょうか。決してそうではありません。私たちは聖書の真理を奉仕を通して他の人たちに分かち合っていたからです。神様から受けた恵みや祝福を他の人に分かち合うとき、神様はさらに多くの祝福と恵みを私たちのうちに豊かに注ぎ込んでくださるのです。ですから学んだことをぜひ身近な人に分かち合ってください。以上が聖書を学ぶ上で大切な7つのガイドラインです。第1は祈りを持って始める。2番目は聖書を読む。3番目は聖書を学ぶ。4番目は聖書を静かに思い巡らす。5番目は他の人たちが聖書について何と書いているかを読む。6番目は聖書に従う。そして7番目は他の人にそれを分かち合うことです。命の御言葉、聖書を学ぶためのガイドライン。他の人たちが
聖書について何と書いているかを読む、そして聖書に従うをお送りいたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はいよいよ聖書の本文に入ります。創世記一章一節、創世記のイントロダクションをお送りいたします。お楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。From you. Our email address is radio@reachbeyond.org.au. Reach Beyond Australia. Life-changing radio. Some teen girls today don't have a clue about modesty, and it's sometimes because parents didn't teach them this character trait while they were young. I'm Brett Ryan for Focus on the Family Australia. Some teenage girls have no idea what is and isn't appropriate when it comes to clothing, and that's usually because they weren't taught the difference as young girls. If you start teaching this concept when your daughter is younger, you have a much better chance at raising a teenager who understands modesty. A good rule of thumb is if you don't want them exposing something at 16, then don't let them expose it when they are younger. Also, talk about what is and isn't acceptable when you see it. You might say to your daughter, "That girl on that magazine cover isn't dressed very appropriately, is she?" Then talk about why her clothes are inappropriate. You'll be laying a solid foundation for modest behaviour when they are older. For more on raising kids, go to families.org.au. Thank you for tuning to Reach Beyond Australia. We invite you to join us again tomorrow morning at 22:30 UTC or 7:30 AM in Japan on a frequency of 15410 kHz in the 19 meter band.